はいどうもボットボットですということで今回もコーチング企画やっていきたいと思います。今回視点をいただきました、匿名希望さんありがとうございますということで早速やっていこうかなと思います。さあレートがかなり高いですね、3000試合弱ぐらいやってレート4000くらいということで、まあ僕が言うことなんて何もなさそうな気はするんですけれども、まあ今回コーチングをしてほしいということですので、まあ、ありがたくさせていただこうかなと思います。さあ、相手からクソデカ打点飛んできてガラス細工切りと。で、まあ、この裏防具引けたのでかいっすね。これでコブラ通る可能性、2万%ぐらい上がってるんで。なるほど。これもう一回殴れたらかなり熱いけどね。もう一回殴れたら熱いけどね。さあ、どうかな。裏防具引けるかどうか。画質がいいですね。ありがとうございます。さあ、これ両替ですね。さすがに。で、1振るのも結構ありかなと。ここ。かなりレベルの高い内容になるんで、まあ解説とかはしない、なんでしょう、なんか深く解説とかはしないんですけど、理由とか考えて、自分で考えていただければいいかなと思います。裏もう一枚あってもおかしくはないかな。どこまで引っ張れるかですね。ただこっち武器かなり多いんで、相手ちょっと後手に回り始めてる感もあるんで、これね、難しいですね。これ難しいですね。僕ならもうちょっと殴っちゃうかなと思うんだけど。もうちょっと殴りですね。多分ね、奇跡ケアカード、ね、とか出てくると思うんだよね。裏に。で、相手の挙手受かってないけど、もうぶっぱですね。そうで、この裏かな、打つとしたら。20、そうですね。まあ、挙手受かってないんでね、これは結果論ですね。結構いいプレイだと思います。さあ、次の試合見ていこうかなと思います。で、目標がレート5000ということで、まあ、レート5000いったらね、引退してもいいんじゃないかな、まあ、卒業してもいいんじゃないかな、卒業してもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあレート5000ということで、まあかなり突っ込んだ内容まで解説していきたいかなと思います。で、これは財宝か闇、初手闇か、まあまあ結構好みが分かれるところだと思うんですけど、レートが高くなるにつれて初手闇から財宝に多分する人 多くなりそうですね。で、これ熱狂仮面残しでもいいかなと思いますね。僕結構カマキア考えちゃいますね。この盤面は。全然カマキア考えちゃうのと、ここは買うより先に炎を固定した方が強いかな。炎結構偉いんでね。炎固定先でもいいんじゃないかなと思っちゃいます。まあ、好みの範囲かな。で、同コンから。さあ、ウルジューかましたいですね、一回。ここウルジューでポイント作っとくとね、すごい楽なんで。なんだろう。光のオブだったり、まあ、なんか、売るのは結構ありかなと思います。で、両替3430ですけど、僕だったらもうちょっと振るかな。相手から売る来ちゃいましたね。40ぐらい振ってそうかな。40ぐらい振ってそうかな。で、ここも2枚ドローしてそう。ここも、流星プラス。木属性で流星プラス光属性とかで2枚ドローしてそうです。で、ここ相手に両替、相手に売れてたらね、もうちょっとポイント作りやすかったかなと思います。まあ、ただスピード重視だったらしゃあないですね。68。パンチね。まあ1枚回しもありですね。結構きついんで。ハートの貝殻積もって。ちょっと上に上げるわ。上に上げるわ。あ、サタン当たる。まあちょっとついてないかな。で、これワンチャン作るんだったら、もう通常攻撃で殴って、裏闇通しに行くとかの方がまだワンチャンあるかな。全回し。全回し、まあ1枚残しでもいいけど。の方がまだ期待値あるかなっていう感じですね。これ結局財宝で5ポイント増やして粘っても自利品なんで。上から押し込まれて終わりなんで、ここはもう闇に通しに行くパターンとか考えてもいいんじゃないかなと。まあ確率かなりきついですけど。まあぶっちゃけきつくて、しかも相手なんかちょっとランダム剣ぐらいはありそうな動きですけどね。そうですね。もう僕だったら流星絡めてドローを増やしつつ、まあ通常とかも視野入れつつ、動いてそうですね。
ちょっとこの辺りはまだ、そうですね、話だけありましたね。そうそう。まあ、ここはさっきの相手の両替見てケアしておきたい盤面ではありますが、まだめっちゃきついやないか。これエンゼルソードじゃなくて、多分ハートの貝殻の方がいいと思います。これまだ裏もう一枚やってもおかしくないんで、反射。そう。で、ここ反射食らっちゃうともったいないんですよね。相手から殴られて、リアルゴーストソードで復帰みたいなパターンとかもあるんで。このパターンを追っていきたいかなと。いいね、いいね。で、これ両替ですね。両替で14振って、リア号流星事象で2枚引いてみたいなパターンですかね。この辺ちょっとなんか、まだ迷ってる感じですね。うん、まだ3000試合とかなんで、まだまだ多分、ちょっとこういう難しい盤面になると、結構迷っちゃうと思うんですけど、これリア号事象で HP22 ぐらいにできたらめちゃくちゃ熱いんで、だったら MP14 振っときたいですね。だって相手決めてあったらもう殴ってきてると思うんで、相手決めてないよーって教えてくれてるようなもんなんで、まあ、ここウル15を決めたい。そう、ここ、12、14からリア5事象で、22、14にして2枚ドローで防具引いてみたいな、ただ相手危ない薄見えた。さあ、これで勝ち筋。2枚ドローしたいですね。12円。まあ、ここ、リア5事象ですね。さすがに。4戦なんで、このぐらいはやってくれるかなと。地図く。ここのなぎなたクラシックは、武器絞った方が強いんじゃないかな。ここはね、普通に多分属性とかから属性いっぱいあるんでね、属性から行って武器絞った方が良かったかなと思いますね。結構、まあまあミスだと思う。まあまあミスだと思う。さあ、かぶと、キネ振ってほしいですね。地球神には。まあ、わかんないけど、ここで闇を通しに行ってるってことなのかな。まあ、それとも、もつ切り替えてってことかな。ただ相手意外と防御なさそうなんで。僕の方がミスだったかもしれない。ファイナルキーボード。あ、でも結構防具切ってきますね。銀コンリー。きちいけど。きちいな。六角形を振りたかったんですよね。これ次。まあまあ。僕だったら、まあ待ってるかなっていう場面でした。で、ファイナルキーボード。うん、これも大きい方切りたい。これ、地球神落ちたら本当に終わりなんで。これはもう守備力12の方を切って、で、ちょっとでも守護神落ちる確率減らしたいですね。まあ、これは闇属性のワンチャンを狙ってるのかな。相手のプレイが結構、ちょっと特徴的ですね。あんまりやらないけどね。夢見る帽子、熱狂仮面切った意味もちょっとよくわからないですし。まあ、あんまりレート高くないプレイヤーだと思うんで。この試合は、粘ったらまだまだチャンスあるかなという感じなんだけど、粘り方を間違えないようにしたいですね。で、もう闇打つ、ちょっと早い。でも結構ね、8点とかだったら即死する可能性もあるんでね。難しいところなんですけど。闇狙っていきたいですね。劣化者はギリ耐えて、これ闇通ったら熱いですね。まあ、地球神はもうしゃあない。闇通るかどうかのゲーム。など。まあ、相手のレートあんま高くないんで、もしかしたら通る可能性ある。これ2枚切りとかだったらチャンスある。まあ、2枚切りなんですけどね。この2枚切り危ないんでね、本当は。まあ、しゃあないです。まあ、ここは19点プラス、精霊とかで3枚回したかったけどやられちゃったと。まあ、ちょこちょこちょっと、こうした方がいいんじゃねみたいな。相手2000でしたね。はい。そう。ちょこちょこちょっとミスがあったかなという感じはします。さあ、2試合目。2試合目合ってるかな ?3 試合目か。風。まあ、風、これは。さすがに風固定から。で、キネ。これね、相手自称したときに、こっちがキネ打つかどうか結構難しいんですけど、まあ、これ1回スマイルで復帰ですね。スマイル復帰から、まあ、キネ見たいですね。結局、こっちも。相手の HP 削って。で、まあ、キネ勝負かな。さすがに。
手札バーって回して、うん、そうですね、3枚回したいですね。4枚は回さなくていいんじゃないかな。4枚は回さなくてもよかったんじゃないかな。こっから相手殴りだと思うんで、で、これは一回両替振りたいですね。これは急がず一回両替振って、MP ちょい振り、あと全部 HP とかですね。で、これは受けですね、さすがに。あ、まあ、でも切ってもいいのか。キネ勝負するんだったら切りかな。勝ち見るんだったら両替が遅い。でこれ MP1 振っとくとね、次風打ちやすくなるんで、あ、1点なんですけど、今回はね土星あるんでちょっと難しいところではあるんだけど、反射はランダム剣見せる、いいね、いいよ。でまあ受賞者はないですね、20点なんで、こっからはウルもケアしていきたいんだけど、うわめちゃくちゃいい、これはもう2枚とも切っていいんじゃないかな。そうですね、これはもう2枚とも切っていいですね。めちゃくちゃいい、これはもう、これ海洋がめちゃくちゃいい味出してる。そう、海洋来てないとね、結構お祈りゲームなんだけど、これはさすがに両替したいですね。まあ、相手も両替ある可能性があるんで、うん、まあ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 、ナハートの花、まあここ2枚回してもいいっちゃいいんですけど、いいっちゃいいんだけど、で、まあ2枚回したいですね。はい、早めにウル素材を引きたい。ウル15とか引けたら激アツなんでね。貝殻じゃない、石鹸で、まあ1枚回して、まあ最低でもキネ勝負にしたいかな。最低でもキネ勝負に持っていきたい。崖土当たる、ちょっと運が悪い。じゃないです。で、まあ属性でゴリゴリ押していきたい。ここ地味にスタースタッフよりイガナッツとかの方が、ちょっとだけ先に打つんだったら期待値高いね。で、岩石派よりイガナッツの方がいいですね。この後アウン入れれるかもしれない。あと、まあ、あとはウリとかも見れるんで。そう、このツルシュートとかもね、ウルからキネ勝負してもよかったんじゃないかな。ちょっと。これウルだったらもうここキネで11取れてるんで、ね、悪くなかったんじゃないかなとは思うんですけど、どうだろう。とりあえずもうこの展開になったらキネを展開していける、キネを勝負していける形を作るっていうのが結構大事なんで、もう初手キネ相手に当てられてる時点でこっち運が良くないんで、そうなんだよね。そうすると遅いんだよね、俺。まあただ相手がここケアしてこなかったらなんとかなる、ケアしてくる。うん、なるほど。剣焼き、まあそうだな、ここな、2枚いけるのはちょっと怖いんですよね。31。ああ、めちゃくちゃいいね。めちゃくちゃついてる。まあこれさすがに記念打つか。いやー、まあこれは、さてある。じゃあですね。まあまあ。まあちょっと、そうですね。地獄病。あーめちゃくちゃいい手札。いいっすね。15。あ、これは待つでしょうね。公僕から。煉獄病は、これはついてますね。初的ね、当てられたぐらいかな。ですね。まあまあまあ。まあ、ご覧者ですね。まあ、立ち回りはどうしてもやはり細かいところが気になるかなという感じです。あ、辛口でいいって言われてるんで、はい、辛口でやらせていただいてます。あと、例に漏れず、この動画も、先に見てないんで、なんだこの手札は。怒るよ。怒っていい。鉄拳。俺さ、鎌狙いたいよね。僕だったらもう14点打って鎌狙ってるかな。そうですね。そうですね。さすが。そう、これ構の方が多分期待値あるんだよね。ただ相手防具めちゃくちゃあるパターンだったから。まあ、保持だな。これはまあ、しゃあない。で、買うだね。さすがに。ちょっと通りそうじゃないもんな。まあでも、構打つ手も結構あるかなという気もする。
いや、鎌ありだな。どっちでもいいですね。僕も半々になりそうかな。さあ、ただ、半々まではいかないか。さあ、ただ、セイバーロッド切って、まあ、ここは、ここで鎌打つのか。ここで打つのはあんまり強くないかも。それだったらもうちょっと持っていくか、先打ちの方が良かったかもしれないですね。ちょっとわかんないよ。ワンドも僕だったら持っていくかな。結構苦しいんですけどね。苦しいんだけど。ちょっと今のところは、めちゃくちゃ細かいんだけど。もうちょっとうまくやれたかな。で、これ先両替。先両替かな。その23点は力の粉とか絡められたらワンパンされる可能性が。相手カーテンプラス2枚ドローとかしてるんで、ちょっと怖いんですよね。その辺まで見とかないといけないかな。で、雪玉当たる。これ待ったらやられちゃうんで、そう、先パワーハレドルと。これは待ったらやられちゃうんだけど、相手の防具は分厚いですね。まあ、今引きだとは思うんだけど。かなぁ。まあ、これ祈るでも OK。祈るで手札増やすのも OK。やつぼで突き死んだな。まあ、ちょっとかなぁと、ワンド使うタイミングが良くなかったなと、あとここを MP 振っとかないと。積もからすぐ使えないの結構痛いんですよ。これ MP じゃ例えば、まあ、18ぐらい振ってるから僕だったらこれ36で結構いいダメージ入ってたんじゃないかな。そうだな、ちょっともしかしたらこれはメンタルがプレイに影響してる可能性もありますね。もしかしたらだけど、予想だけど、やっぱりまあ、運が悪いじゃないですけど、球が通らなかったりとかすると相手にカーテンがあってね、ワンド受けられちゃったりとかするとちょっとね、プレイ悪くなる気持ちはすごいわかるんで、僕2枚でも切る。まあ苦しいね。2枚でも切る。ああ苦しい。メイヤーにならんかなとか思って。これはめっちゃラッキーよ。あと2枚目さすがに。で、月神が落ちない。まあ、負けですね。Okay、ですね。まあ、ドキナミ地掛けか、貝殻売りとかでポイント作ってちょっとでも粘るとかのどっちかかな。で、ここの鎖がまあ受けるのとかね、ちょっと遅らせたりしてもよかったかなと思います。その反射権で買う振るんだったら、先5円でも、貝殻売りで5円作ってから買った方がよかったんじゃないかな。銀行、相手売るなさそうですね。そう、ここ売るでポイント作りたいです。あ、まあ、それでももちろん OK。ドキナミ地掛けでも OK だけど。もっと早めに売る、振っときたかったですね。まあ、金のコンボ。そう、これ売る5円してたら受かってる。受かっ、もっと先に売る5円してたら受かってる。で、まあ、ワンチャン粘れたからな。結構きついけどね。めちゃくちゃ細い勝ち筋としては、奇跡ケアカード引いて相手の月神が氷河期打って氷河期反射からダイヤモンドソードとか。まあ、でもワンチャン掴みに行くんだったらありかなと。思います。さあ切り替えて次の試合行きたいところ。ただね、結構ね、3000から3000とか4000からってメンタルが大事なんだよな。もう次4000の次って1万なんで、なんだろう、あのドラゴンボールでさ、悟空が死んでさ、なんか1年ぐらい蛇の道さ走って海王神のとこ行く時あるじゃん。もうあれぐらい長い道のりなんだよ。だからなんだろう、結構メンタルの部分も大事かなというようなキーは僕はしてるんですよね。結構メンタル大事。僕これランダム券売るな。ランダム券売って、あの相手からの買うでワンド抜かれないようにしちゃう。回すんだったら1枚回して。さすがに2枚やったらね、もうランダム券売って潰しときたいですね。結構乱暴だけど。まあまあ、そういうプレイの卓も持ちつつ、祈るか。これもランダム券売り。これランダム系売りよ。だって。この祈るはランダム系売りよ。これ買う飛んできてたら終わっちゃうんで、終わりはしないけど。まあまあきついな。
ランダム系売り、相手貝殻から打ち、裏先行と。熱い。熱いですね。まあ、これぴったり止めたい。この火星神は持ってかないと。相手の祈る見えてるんで。これは結構ミスよ。火星神の労働環境を整えてあげないと。これで守護神落ちてね、文句言うのはもう筋違いってもんなんで。そうですね。で、プラス系が引けるけど、まだもうちょっとほじりたいですね。これはもう MP 無限にあるんで、これもう先行連打かな。14、これほじでしょ。これはほじでしょ。ランダム剣もなぁ、まあまあ打って通るんだったらね、結果オーライなんですけど、打たない方がいいんじゃないかなぁ。プラス系引けるまでほじって、殴って勝ちとかの方がいいんじゃないかなぁ。ミラー、まあ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 、ミラーはしゃーないっす。これはしゃーないね。まあ、ただ相手防具そんなになさそうなのと、こっち MP 無限にあるんで。相手両替かな、両替をどうするかだよね。これ。これめっちゃまずいっすね。416。貝殻打って潰すって手もある。この6点潰しとくと、相手がなんかオーラ今引きとか、そういう負け筋潰せるんで、ああ、石鹸ね。まあ、しゃーないしゃーない。まあ、しゃーない。で、まあ、ぶっぱは全然あり。いいよー。相手防具引けてない。これは相手きついですね。ただ、神立て売り。まあ、これ一回両替させちゃってもいいかなと思いますね。うん、相手からまあ、でも買う、なさそうなんだけど、まあ、引いてる可能性もあるから、売り返しもある。ここで売る、抜かれるとだいぶきついんで。で、このオーラを打たせないために、さっき売る5点が通ってたらでかかったんですね。うん、まあ、結構なミスですね。で、30、13なんで、売り売りで勝ちです。売り売りで勝ちです。売り売りで勝ちです。まあ、打って勝ってもいいか。闇浮かんないもんね。一応、売り売りで勝ち。これ、壺売りですね。壺売り。壺売り、まあ、メイヤ通るか。でも、これ、壺売り、ウリーとかの方が、まあ今回お守りあったんでね、僕のやり方だと完全に裏目になっちゃってるんですけど、期待値的にはウリウリの方がいいかなと。まあ見ろ、2枚目。きちいな。きちいな。これはきちいな。ただまだ勝ち筋ある。まだ勝ち筋ある。これ勝てたら熱いね。これはまあでも展開がかなり噛み合ってた。まあ、運がいい部分もあったんで。はい、ということで、まあ、結構ね、まだプレイング詰める余地は意外とあるんじゃないかな、ということで、まあ、最高4073で、今、まあ、3971っていうことなんで、これ今、上プレイのタイムなんですよね。なんで、こっから多分、下プレイがどっかで来ると思うんですけど、そこを、3500ぐらいで、なんとか耐えて、で、次4000超えていけるかっていうところが、ちょっと、また一つ課題になるんじゃないかなと思いました。動画で触れた細かい部分なんかもぜひもう一回プレイを見返したり参考にしてレート5桁でお待ちしております。また。ということでこのコーチング動画が参考になったと思った方はチャンネル登録、高評価ぜひ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 よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ボットボットでした。ありがとうございました。バイバイ。